一番最後にここで出来たてのお水を飲んでいただきます。まだ飲まない、今飲んじゃった寒くなっちゃっていけない。今皆さんね、水質の試験室でいろいろ伺ってきたと思うんですけども、浄水場非常に難しいのはいつも同じ原料が来るんじゃないんですね。濁ったりそうじゃなかったりするんで、その都度それをどの沈めやすくするような努力を日々行ってて、それでいつも均一なお水を出して、それを水質試験でしっかり検査をしていただいていることになります。ではちょっとこちらの方へ。皆様がいらっしゃるところは、最初にDVD で見てもらったところの沈殿池というところですね。沈殿池、ここではですね、
皆さん揃ってから入りたいと思いますので、ちょっとお待ちください。見終わった方は出ていただいて、まあ、次は登録文化財の方をご案内したいと思います。
こちらの建物なんですけれども、こちらも1号の排水池、それから西谷浄水場、建設された大正4年ですね、1915年に、建てられた建物で、今年で102年ですね。で東京駅も同じ時期です。で東京駅もご存知の通り、レンガ造りの建物になっておりまして、こちらも、レンガ造り、それから御影石花崗岩ですねで、作られておりまして、屋根が、排水池浄水性上屋という名前で、排水池を挟んでこちらとさっき見られたところに、2つありまして、塩素消毒する、施設です。で、八角形の建物になっておりまして、とても珍しい建物で、平成9年に、国の登録文化財に、しております。で、当時、登録文化財、横浜市内で神奈川県庁に次いで、ここが2番目の登録ということになっております。で今現在やっぱり使われておりませんので、中は空洞なんですけれども、ちょっと中の方もご覧になっていただければと思います。いやーし、いやーおーの気がする。
歩いて来られた時に、地下茎の建物あったと思いますけれども、あちらも登録文化財に登録されておりまして、あちらはろ過地の清水岩屋ということで、当初はあそこが、ろ過地、観測のろ過地だったんですね。で、そのろ過の速度を、調整するための建物が、あの四角形の建物、今4つ残っておりまして、で現在はこの八角形の2つと合わせて6個、国の登録文化財に指定されております。床とかそのままなんですか？そうですね、あのここは全部そのままになっておりまして、天井もそのままです。窓は？窓も多分そう。あ、でもそれっぽいですね。そうですね、この辺はあのこれが こっちは怪しいですけど。そうですね、この針金は怪しいですけど、枠はそれっぽい。そうですね、外から出すんですよね。そうですね、はい。ドアは？ドアもそのままですね。へぇ、ドアと重ねはちょっと分かんないですけど、はい、扉はこのままです、ね、はい、ですからちょっともう剥がれかけて、あー、ちょっと痛みが、はい、すごいすごい。